はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志2の27回目ですね。で、今回はこの馬良さんのいらっしゃる慶州からですね、お隣の曹操領に攻め込んでみようかなと思っております。よいしょ、この5人でね、行きましょう。こんなもんかな。で、端数持っていきましょうね。はい、行きましょう。で、大主は劉飯さんでいいかなと。で、全員でね、外回りぐるっと旋回するような形ですね。下の方にガードを固めてるので、こんな感じですね。で、まだ下ガード固めてるので、よいしょ、川をね、どんどんこう渡っていきましょうと。はい、寝返りコマンドを打たれてるのが怖いですよね。100でも寝返ることあんのかなっていうのは不思議なんですけどね。これでね、上部から回り込んできて、うん、これで準備いけるかなと。さあ、どうかですよね。あ、動かなかったね。じゃあこれで斜めにね、よいしょ、よし、で真ん中集中攻撃ですね。これでいきましょう。有利ですよね。あ、間違えた。こうですね。これでね、誰か最後に、まあ一番ね、捉えて嬉しいのは、純育さんですけど。うん、これね、馬良さんをここに持ってきたのは、単体攻撃させるためなんですよね。
さすがに一斉攻撃されるとね、ちょっと辛いものがありますから。あー、燃やされた。しかも風向きがちょっと対比ですね。よしで、これで上がる。うん、3部隊攻撃になりましたよね。あー、また引っ掛けられたか。これでまた雨が降ってきたので、こっちへ行きます。で、ちょいとやばいんで待機させましょう。おー、粘るね。広がってきた。回り込まれるかな。お、突撃しましょうか。入れ、抜けろ抜けろ。抜けなかった。あー、ちょっとタイムですね。おー、よし、囲いさん捕らえましたね。チャンス。これいけるでしょう。よし、牛肉さんも捕らえた。おー、2部隊捕らえましたね。これはラッキーかな。で、まずいらっしゃったリュードさんですね。あー、そこそこ知力も、まあ、武力はちょっと低めですけどね。50あれば十分ですね。魅力も、うん、60代後半でしょ。加工医さん、うん、これはいい人入りますね。で、ジュインクさん最高ですね。で、これはどこだ。攻守、あー、そっかそっか、ここをね、開発していかないといけないんですよね。そうですね、龍炎さん以外は問題ないので、とりあえず、あ、そうか、誰かいないかだけ一回探してみよう。おい、あ、いないか。うん、じゃあ、とりあえず開発ね。
で、長江さんのいらっしゃるところですね。とりあえず創作からね、スタートですね。武力兵力問題なし。3000人ちょっと兵力が足りないので、総中さんにでもちょっと徴兵させましょうか。あぶね、よいしょ、総中さんね、これで満タンですね。で訓練度が下がったけど、これでどれぐらいまで上がったかな。78と98、もうちょいですね。で海越さんのところですね。あ、確か稲子かなんかあったんですよね。民中がガクって下がってますね。ということで、女性さんに5000ぐらい。おお、まだ足りない。はい、でここは赤木さんのいらっしゃるところですね。駅州職の入り口ですね。で傭兵さん、あ、しまった、先のところで捜索かけるの忘れてましたね。まあ、とりあえず傭兵さん、あ、いらっしゃらない。で、とりあえず褒美ね。国力ももう問題ないので、32国治水度がちょっと低い、よいしょ、29国が全然、あー、なるほどね。陽翔さんと陽光さんでしたっけね、下から3番目の方ですね。ちょっと移動させてきてって感じですね。ここで修正度上げてあげないといけないかもしれない。でとりあえず陽海さんと陽平さん移動させようかな。まあカッキーさん以外全員移動させてもいいような気がするね。はい、はい、よし。で、劉宗さんのところですね。ここももうそうですね、訓練だけか。ただ1月になったのでちょっと人探しだけ。ああ、いないか。77ね。
旅行さんのとこか。ここはああそこそこ彩花さんとね、総研さんがいらっしゃるところですね。ああ間違えた。とりあえず探しましょうか。魅力が30代だと本当3とか4しか上がらないんですね。それを踏まえてやから4000与えたら倍か。あ足りない。うんで、ああ忠誠度低いね。取られないことを祈りつつというのもねできないんですよね。なので取られませんように。ほい。おー理解さんが来たけど断る。あーそうねそうねって考えたふりだけして断ってると。まあここはねメンバー多いのでまずそうですね訓練とかちょっと足りんのかな。でまあこの辺のメンバーですよね。 D2 さん、ライハクさん、ジュインクが殿に不満を抱いてるようですが、そりゃそうだろうって捕らえたばっかだもんっていう。何も申し上げることはございませんということですね。噂、ああ旅人はいませんか。そういやそんなことできましたね。今思い出した。でちょっと戻りましょうね。これで2人にさせて80ね。もう11上がってるね2人で。あと高専さん、大井さん、はい。あ100なったね。で馬食さん武器持たないといけないね。あそうか、まあ、角春さん、はい。で馬食さんはなんか変動ありましたっけね。ちょっとね前からまた実は時間が経ってしまってるんですね。元春さんももう寝返らせれなくなってるね。この94だとちょっとタイミング合わないと厳しいんですよね。はい、ここは無理。7国みたいな。なかなかニューフェイスがねいない感じですね。
そうかそうか、リュウハンさんと、よいしょ、ちょっとね、21国に、リュウホウさん移動させようかなって、今一瞬思ったんですよ。はい。うん。7まで見たから、次8ね。そうな人いないね。9国。寛解さんも高くなってきてるけど。ここは無理ね。兵が少ないのか。22,000の24,000、ごめんなさい、23,500、まあ24,000弱ってところですね。攻めれんことはないね。一番効果的かなっていうのはね、ゴランさん、ゴイさんぐらいかな。おい、あ、いけそう。うん。で、お、ふってね。点がついてるところがちょっと面白いですよね。これ結構ね、寝返り索敵コマンド有効ですね。ちょっと意外だったな。あら、次は5位さんぐらいね、寝返ってくれれば戦闘くって楽になるんですけどね。ということ
いのね。じゃあ軍備を続きやりましょう。よいしょ。で治水もね同時にやっとかないといけないんですよね。で84までね行けましたね。であと訓練続き。はい。で、ここは終わり。はい。はい、ということでね、ごめんなさい、ちょっと長くなってしまいましたね。カウンさんのところにターンが移ったところで、今回ちょっとここまでにさせていただきます。三国志2の27回目でした。ちょっとね、長老さんのところとね、龍翔さんのところを、まあ、できればね、降伏させたいなという気持ちはありますので、もしかしたらね、ちょっと一回攻め込んで、退却して、兵力減らして、降伏っていう感じになるかもしれません。それはちょっとやってみてから、また考えたいと思います。では、また次回ということで、皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。